作戦戦闘である雪中戦は、氷点下の気候、積雪した地形における作戦、戦闘である。環境的な要因が、部隊の戦闘力に大きな影響を及ぼし、作戦行動を妨げる。無風状態においても、極めて低気温であるが、風がある場合には、体感温度はさらに下げられる。また、積雪地域においては、風雪、 ブリザード、霧などは体感温度を下げるだけでなく装備に行き水を付着させ体温を奪い視界を制限し無線通信を時には妨げる健康面においては低体温症と凍症の危険性が飛躍的に高まる体感温度がマイナス65度なら人体組織は1分以内に凍りつき適当な防寒具を装備していない人間は数時間で 意識不明となる。また、氷点下の気温は思考力を低下させるために、意思決定を阻害し、円滑に動作ができず、疲労度は高まる。雪中戦闘訓練の様子装備においても、大きな影響を受け、的確な作動を妨げる。氷点下になると金属類は、耐久性が減衰し、作動中に装備が破損する、可能性もある。 ゴムも氷点下になると伸縮性が失われ、潤滑油も凍結し、バッテリーの出力も低下する。第二次世界大戦時、東部戦線の冬季においては、ドイツ軍の小銃や機関銃などの武器類が成功複雑だったため、凍結のために故障し射撃できないことが多かった。型や敵である、ソ連軍の武器類は粗雑ながらも簡単な構造のため、故障は少なかったという。 常時その独ソ戦初期において、ドイツ軍は、冬の到来までに、ソ連軍を屈服させられず、かつ防寒用装備の前線への供給が遅れたため、後の戦況に少なからず響くこととなった。なお、陸上自衛隊の積雪地部隊は、北部方面大霊下北部方面混成団の陶器、戦技教育隊が、積雪管令地専門部隊として、雪中戦のスペシャリストとして知られている。 イカイエの戦いを描いた、イカイエ100尺掛け放題折中大攻撃級、鹿児島藩士第11旅団長大事、少々奮闘優先の図シーツと白塗料により、即席の雪中迷彩を施した冬戦争中の、フィンランド軍。ありがとうございます。